木又正都氏は、岐阜県水波市出身の日本の実業家である。久保田の代表取締役会長及び、関西経済連合会副会長、日本産業機械工業会副会長を務める。日本農業機械工業会会長、日本水道工業団体連合会会長、農業機械構成取引協議会会長等を、歴任。1951年6月22日、 岐阜県水波市出身。父は国鉄職員で幼い頃から鉄道好きだった。東海高等学校を経て北海道大学工学部入学。北大では熱機関第2講座を選択し、内燃機関ディーゼルエンジンを研究する。卒業後、1977年に久保田鉄工に入社。エンジン技術部希望だったが、筑波工場に配属され、 トラクター組み立てラインの品質管理を担当する。1988年、アメリカアトランタ工場に赴任。1995年、筑波工場に製造課長として戻る。筑波工場では、トヨタ看板方式を参考に、様々な改善に取り組む。2001年に、筑波工場長。2010年には、大使会社サイアムクボタコーポレーション社長を歴任。 クボタへ戻り2014年4月に副社長に就任した。2014年6月4日に急成した、増本康夫の公認として、社長代行を経て、同年7月8日付で代表取締役社長となる。2017年関西経済連合会副会長。2020年1月1日付で、クボタが創業130年を迎えるにあたり、 同代表取締役会長を務める。日本産業機械工業会副会長なども務めた。2021年、フランス共和国国家功労勲章シヴァリーを受賞。ありがとうございます。